はい、今回も井山さんの対局を見ていきたいと思います。はい、今回は井山さんの黒番ですね。はい、通算この方とね5局、打ったみたいですね。はい、最後にね何勝何敗だったのか、言いたいと思います。はい、珍しいですね、両者星打ちで3-3。でこの形からまた3-3ですね。はい、うん、はい、ここで切りはね戦いに持っていった手ですね。はい、このように打つとまあ地合いでね打とうという形になりますけどね。はい、こちらで打って、はい、戦いに持ってきました。これ一回這うのが肝心ですね。ここで伸びてしまうとこれ抑えられてしまいますんで、はい、これだいぶ違いますからね。一回張ってから伸びるのが形になります。はい、はい、白は跳ねかけが効いてる形、ほぼね効いてる形なので、うん、ただこれは置く手はあるんですけどね。はい、銀に対して切りですか。はい、これはこちら切ったら こちらを絞ってこの3目は捨てて、まあこっち取ろうっていうことでしょうね。うん、切る手もあったような気もするんですけど、まあこのように打って、はい、うん、うん、こうなったんですね。うん、黒は実利を稼いだんですけど、この石が弱くなったんでね、どうだったのかなっていう感じはしますね。ちょっと見た目は、はい、うん、はい、伸びきりで、ね、打たれてしまいましたね。うん、こちら打つ方が硬いんですけどね、白の手としては。ただこちらも2がね素晴らしいところなので1と打たれましたね。伸びきって、はい、黒は当然ね何か襲いたいですよね。こうやったときにここにつけですね。この手はなかなか打てる人いないでしょうね。なるほど、うん、反発したらその調子で、まあこれが効いてますからね。まあこのような感じで調子で打とうということですね。もしこちら打ったらこう押さえて、はい、これがちょうどねこれなんとかなりそうですからね。あ、こう切るんですね。これも気づかない。うん、こうやってこうですか。はい、これは筋が非常にいいですね、白はね。うん、はい、のぞきを決めて、うん、あ、そう、つないでくれなかったですね。つなぎで答えられて、あ、切りました。うん、はい、はい、非常にね白は戦いに持っていく、うーん、感じがすごい綺麗ですね。うん、はい、逆に切った石がね負担というか、この黒も弱いですからね。こちらも当てて打って、うん、つかみどころが、ところがないような感じがします。はい、あ、こちらは非常に頑張っててですね、普通は何か出ていくぐらいだと思うんですけど、これでは、うん、まあこんなもんかと思うんですけどね。まあここもまあすごいとこなんですけど、うん、まあ、これなら穏やかだったと思うんですけどね。白の薄みを見て跳ねましたね。うん、何か付け越しとかやっていこうっていうことですね。あ、ここでやめましたね。下跳ねで打って、うん、はい、はい、黒はすごいですね。これは非常手段というか、うん、まあちょっとねうまくいきそうにない感じでしょうか。はい、
ということで、ここで投了となりましたね。これはつなぐと、これでちょっと取られてますかね。黒はあと3手しかないですからね。これをもう、まあ、生きることはできるんでしょうけど、生きるだけではね、ちょっと形勢は、ちょっともうまずいのかな。これが取られてしまいましたしね。はい。まあ、これはちょっともう勝負手だったんですね。こう当てた手は。いやー、白のね、戦い方が素晴らしかったですね。ここで、そう、まあ、すいません。こう実利をね、稼いでいったんですけど、これでちょっと苦しくしちゃったのかもしれませんね。ただ、検討。こういう手打つと、まあ、実戦みたいにここが決まってカケツギなってね、結構すぐもう生き形になりますよね。まあこういう手もちょっと、まあこういう手が見えてるので白はこちらを打つ可能性もありますよね。これは常に、こうなって稼げるんですけど、押さえがまたね、これは取ってた方がいいのかな。抜きで決めてた、取りでなってた方が、こうなった時に押さえが効かないのかな。まあ、こういうね、後にこういう押さえが、これで良好ですかね。良好の形ですね。これ取ったら、どっかね、ここ、取ることがね、できないので、取ったら、これで良好の形なんで、この場合は抜いた方がいいですかね。ですから、まあ、抑えは効かないんですか。抑えは効かないんですけど、6と打たれてもね、ちょっと攻めが効かないんでしょうかね。こことここが見合いになってて。ということで、こうね、戦いに持っていったんですけど、意外とうまくいかないんでしょうかね。これ、3目の真ん中でね、ここまで行きたい気もするんですけど、やはりこうなって、こうやったらこう、カケツギとかね、が結構ぴったりな形になってますよね。で、こう頑張りたいんですけど、これは、手順が難しいんですけど、まあ、こっから行きますかね。こっから打ってても、まあ、こうやったらこっちでね、もうすぐ生き形になりますから。止めるとしてはこうなんですけど、これも羽が効いて、こうですかね。これを割り込んで、これは、どうなんでしょうかね。まあ、こう出ていくかもしれませんし、まあ、こうでしょうかね。よくわかりませんが。こうや、ただこれは、まあ、出切りがあって、黒もね、いろいろ、賭けまで打ってね、また難しい形になるかもしれませんけどね。抑えにはまあこうやって、まあこれはすぐ生きですよね。まあ、こういうのもあったかもしれないですけど、まあ抑えが効いたり後にね、するので。こうつけてさばくんですかね。こういう甲絡みに持っていく。どうなんでしょうかね。これはこれで難しいのかなとは思いますね。ただ、6と打たれるとね、結構嫌な格好なんですよね。まあ、なので、1はね、やめてコスミで打たれましたよね。ただ、まあ、1もあるのかなと思いました。じゃあ、それではこの辺りで終わりにしたいと思います。通算ではね、この方とは1勝4敗という成績でしたね。いや、この白の方はね、とても強いですね。じゃあ、そんな感じでした。じゃあ、これで終わりにしたいと思います。それでは、失礼します。